地元のヤクザモンとちょうどね、高速をバーンって音がしたんやけど、そしたら後ろから始めるって言ったの。いじめに結構あったんだよね、小学校大体1年、2年、3年。ジミ君はもう、いや俺もちゃんと働いて更生するって言った時に俺は行って帰ってきた時に、覚えてる、あの東京で、うんうん、それでジミーっていう歌ができたんですよ。夢2歳半と6ヶ月いやー素晴らしい夢じゃないですか。それもうそれだけだね。殺されるよと思って。マジで？それがね、多分今までで2番目ぐらいだと思う。2番目？うん、つうことはまだ怖い話。まだ怖いのあったね。もうそんな話しません。それは話せるよ。30日ぐらい、はいはい、もう結構行った行った行ってほしいですね。これあの向こうで、はい、あのヤクザやって、はい、その時にね、地元のヤクザモンとちょうどね、コースを、コースを、あ、プロの話なわけですね、うん、はい、で、その昼間はやっぱりね、一人で買い物行ったり、うん、いろいろする、うんうん、買い物に行った時にね、多分ずっとつけられちゃったんやろね。あー、うん、その相手、はい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 、相手、はいはい、ずっとつけられるって。当時あのアリスク買ってたばっかり、はいはい、で兄貴からその時の兄貴からもらってね、はい、それ動かしようと、はい、そしたらなんかずっとついてくる車がおるね、はい、すごい言ったら、うん、バーッて動かしたんやけど、そしたら後ろから始まりちゃったんや。もういやいや車車が運転しちゃうんでね、撃たれたってことだね。撃たれよ。そしたらね、弾がね、トランク貫通して、あのラジカセで、うわーって止まったんよ。うわー、やーべー、1メーターまで当たってますよね。1メーターもないよね。ないよね、もう。ここ真ん中に。うわー、やーべーと思って、もうそのままもう、わーって。それは、ね、されるわけにはいかんやん。いや、そうですね。うん、2発目の音も聞こえたけど、多分車に当たってないんだよ。はぁ、あ、で、逃げ切った後に、車見たら、はあ、トランクのちょっと真ん中に穴が開いてる。はぁ、あ、それは怖いね。あれはね、あれはビビった。いや、ビビるね。だって、これだけずれちゃったら背中やん。死んでますよ。死んでますよ。ねえ、間違ったら死んでるよね。死んでますね。トランクとかさ、そのシートのクッションがあるよね。多少はほら、あれがやったかもしれんけど。いや、けど、たまですからね。死にますね。ラジカセで止まってた。はぁ、あとで撮ったけど。それをなんかね、今もうないけど、はい、あの頃はね、なんかお守りみたいにしてると思っちゃった。あー、その弾を、うん。うん。それは怖い話ですね。それが一番怖かったんじゃない？まあ、小さい怖かったのはいっぱいあるけど。けどやっぱそれは大人の恐怖ですね。やっぱ大人やね。大人の10代ぐらいやったらさ、うん、分かったんよみたいな笑い話やったけど、もう血の激だもん。それ怖いですね、うん、はぁ、うん、で、そっから、うん、やっぱ自分が苦労したというか、苦労ね、うん、苦労ね。まあその当時もやっぱね、そういう組織入ってたんだったらやっぱ苦労はしてるでしょうけど、うん、なんか、ね、うん、俺健康が多かったね。ああ、こっちで生まれて、埼玉に行って、はいはい、で、また大阪に行って、うんうん、で、結局、野方に帰ってきて、うんうん、いじめられるんだよね、あの頃ね。ああ。で、親父もさ、なんか、チンピラでさ、うん、家にもいねえしさ、うん、僕は一人で飲み屋しながら、うん、俺、育ててくれたんだけど、うんうん、いじめに結構あったんだよね、小学校。大体1年、2年、3年こっち帰ってきてからもね、うん、ちょっといじめられたりとかあった。小学校5年生ぐらい帰ってきたんだね。4年でしたっけ、ね、俺覚えてます。一緒サッカーしてましたもんね、うん、あの時いじめられてました。ちょっとね、あの番長クラスでしょ、なんか、うん、番長っていうか番長クラスなのかな、同級生か小島君。俺が言われ、いや、大輔はね、そんなんしなかったね。ハイさんパキさんもしなかったよね。トゲにじられます。うそ。いるんだよね。マジで、ね、あれだけどさ、ジミ君がまともに更生して帰ってきた時に、覚えてる、あの東京で、うん、
二人でね、九州居酒屋でね、もう大志君がもう、いや俺もちゃんと働いて構成するっつって言った時に俺は行って、でルシファーの初代総長の石丸も来てね、うんうん、石丸と来て3人でラーメン食ってね、居酒屋で飲んで、あの時飲んでなかった、俺も飲んでない、飲んでない、飲んでない、やっぱりイメージが全然違って、子供の時のイメージと、ね、大人になってからまた出会った時のイメージが違って、ああこれはちょっと俺歌にしとかねえといけねえなと思って、俺あの日帰って自分の思ったこと全部書き留めてたんですよ。それでジミーっていう歌ができたんですよ。カラオケ入ってますよ、知ってますよ、知ってるよ、知ってます知ってるよ、そんなの。いやいや、なんかね、マニアックな人がシャモの人ですよね、ちょっと一曲歌ってもらえませんかって来て、ああいいですよ、どうせ彦さんがかなと思ったら、ジミー歌ってくれませんか。この人マニアックだなと思ったら、その人は今飯塚の講演会長で、福井君ってこれ番組で、彼がジミーにある曲が大好きでずっと聴いてたんですね。まあまあそこからね、ジミー君もやっぱりいろいろ構成して、でこれ成功話というか、ね、今に多分至ると思うんですけど、それを得て今何ってあるんですか。建設業。あ、建設業、もうどうしかないもん俺なんか。けどそれ一本でしょ。そう、大体そうだね。もう周りみんな言ってる、ジミーがめちゃくちゃ仕事が真面目だ、絶対休まないんだね。こう手の内を言って、いや本当じゃあ見てる時はしてるよね。だから大体このね、 YouTube の収録も大体平日なんですよ、平日の昼間なんですけど、どうしてもやっぱジミーが昼間仕事をちょっと休めない、うん、もう絶対仕事休みたくないっていうので、今日はね、もう本当初めてですよね、夜の YouTube 撮影ね。それでもね、いやそれでもまあまあ、それでも出ていただけるだけね、もうちょっと嬉しいなと思ってですね。でジミー君の今後のなんか夢みたいなのないですか。夢ね、夢一つは、はい、今ね、はい、あらー、めっちゃ可愛いやん、ね、あらららら、らめっちゃ天使です、これ天使ちゃんです。めっちゃ可愛い、この子らがね、娘さんですね、2人とも、はいはいはい、2歳半と6ヶ月、わあ可愛い、一番可愛い時ですね、2歳半なんて。もうこの子らがね、はい、俺もう48じゃん、まあ成人するぐらいまでは生きれると思うんだよね、だけどその先のさ、結婚式、結婚式、うん、娘の、はい、父親としてね、はい、バージンの夢が来て、いやー素晴らしい夢じゃないですか、それ。もうそれだけだね、うわー、あとはもうなんか何もいらない。いやー考えられない言葉が出ましたよ、人切ってた人が思うからですよ。もう絶対前世武士ですからね。何人切ってました。もうね、刺すって聞いたことあるんですけど、切るってなかなかないですよ。本当ね、いやけどこんな可愛い娘さんって、いやもうそれ素晴らしい夢ですね、うん、僕らもね、一個違いで47、48なんで、早いとこ結婚してもらわないと僕ら天国ですよ。本当ね、うん、いやね、いやもう今日ありがとうございました。いいよ、素晴らしいお話を。で、あと次のゲストの方につなげていただきたいんですけど、はい、じゃあ岡村くんわかるか。岡村くん、はい、今、あ、前は桑原、あ、桑原さん、田川、うん、はい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 、ちょっとね、あっちに電話してみようか。はい、あ、彼もめちゃめちゃ喧嘩強かったですよね、子供のとこから。悪かったよね。悪かったっすね。出てくれ。もしもし。もしもし。はい。おとしちゃん。おい。はい。今ちょっと電話。あ、大丈夫よ。うん。あのね。うん。今ほら、シャモのヨシがおるじゃん。はいはいはい。うん。YouTube のね、撮影をね、うん、今させてもらってるんよ。はいはい。はい。で、ちょっと今変わりますね、うん、はいはい、どうもよしです、お久しぶりです。あ、どうもです。はい、お届けしてます。はい、ちょっとジミー君からのご紹介で、はいはい、次のゲストで出ていただきたいんですけども、はあ、はあ、
大丈夫ですか、あの画面出るの。ぜひぜひ。あ、いいですか。大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、そしたら、はい、じゃあ次回お願いできますか。よっしゃー、ありがとうございます。今日ありがとうございました。もうあの23年、うん、映画楽しみにしておいてください。はい、楽しみ。この番組はですね、こんな感じであのゲストの方にですね来ていただきまして、やんちゃ話をね掘り下げていくという番組になっておりますので、ぜひとも、チャンネル登録、あとグッドボタンの方もですね、押していただけると幸いかなと思っております。じゃあまた次回もよろしくお願いします。せーの、よっしゃー。